4月17日アメリカボストン大学が先日のマラソン爆弾テロ事件で犠牲になった学生の個人情報を公表しましたボストン大学統計学学部の中国人女子学生ロ・レイコさんの死亡が確認されました情報によるとこの女子学生は一人っ子で家族は精神が崩壊寸前だそうです 4月15日朝、ロさんのミニブログが最後の朝食を記録しました。その後友人のシュウさんと共にボストン市のマラソン会場に向かいました。ボストンマラソンは世界5大マラソンの一つで毎年数十万人の観客を引き寄せています。午後2時50分、2回の爆音と共に突然やってきたテロ攻撃、ゴール付近の一帯が混乱に陥りました。 事件発生から5分もしないうちに、負傷者らが迅速に病院に搬送されました。ロサンと一緒にいたシュさんも、腹部に重傷を負いました。しかしその時から、ロサンが行方不明になりました。メディアは爆発で失踪したと伝えました。ロサンの故郷、中国遼寧省信用紙にも情報が伝わり、家族がロサンの携帯電話を何度も鳴らすも応答はありません。 16日の夜になって、爆発で犠牲になった3人のうちの最後の1人、ロレイ子さんの身元が確認されました。中国の検索エンジン、曹府の劉副総裁が17日に発信したミニブログによると、ロさんの両親と祖父母4人のうち3人が秘宝を聞いて気を失い、残りの人たちも精神が崩壊寸前になっているそうです。ロさん同様、 1980年代の一人っ子政策実施後に生まれた子どもたちはほとんどが兄弟のいない一人っ子です一旦この一人っ子に不幸があった場合その親は大きな心の傷を負うことになりほとんどが生育能力もないため孤独な老後を送ることになりますロサンの両親も今後このような悲惨な境遇に直面することになります当面の急務はビザを取得して渡米し 一人娘と最後の対面を果たすことです。今回の事件は2001年同時多発テロ事件以来の死傷者が最も多いテロ事件です。市民らは2日連続公演に集まり、3人の犠牲者のためにろうそくを灯し、黙祷を捧げました。中国のネット上でも2万人を超えるネットユーザーがロサンのミニブログに集まり、哀悼の意を表しました。 ボストン地区にはハーバードなどの名門大学が集中しており中国人留学生も多く在籍しています重傷を負った女子学生周さんは現在命の危険から脱出したそうです新東人テレビがお伝えしました 听到、claro、吗？你是,呢是上哪个的？为什么？有人说他是专制组织，正处于危险大于家法。